の絶対的なあなたと共に2015年、東京よりも日本よりも早く熊本人が力を合わせて歌う先は、未知にして最後の宝の山。曇ったガラスの向こう、立ち上る湯気、ラーメンですね。熊本といえばもちろん豚骨ラーメン。中でも味仙ラーメンは国内外におよそ700店舗を展開する人気店なんです。ここはその心臓、何やら極秘で海外市場に向けた新しいスープを開発中とのことですが、全体の出汁としてはこれはいいかもしれないですね。今ある味仙ラーメンと、同じイメージ で肉を使わずに野菜だけで作ろうかなと思っています。新たなスープの売り込み先は、豚肉を口にするのを禁じているイスラム教徒向けだったんですね。とはいえ熊本ラーメンの具は濃厚な豚骨スープなのに、その武器を使わないなんて、まさに骨抜きじゃ。あとちょっとこう調味油が今までこうラードでコクがあるので、こう植物油になってるからなんかさっぱりするかな。それでも豚骨のプライドを捨ててでもと意気込むわけは、実は世界の人口の2割以上、およそ16億人がイスラム教徒の人たちなんです。ところがその巨大市場も、宗教に伴う文化や食生活などが大きく異なり、日本ではまだまだ未開拓な部分が多いんです。そんな彼らの全く異なる文化や暮らし、どんなものなのか、2つの国を訪ねてみました。こちらはですね、金曜日お昼前のヨルダンの首都アンマンの中心部です。このように多くの商店、店を閉じているんですが、実はこれからこちらにありますモスクで、金曜日恒例の礼拝が始まるんです。人口の9割をイスラム教徒が占めるヨルダン。イスラム教の習慣は生活のあちこちに浸透しています。続いてやってきたのはエジプト。街を歩く女性に注目です。異性の視線から守るためとされるスカーフやベールを身につけていますね。家庭の中でもイスラム教の習慣や戒律は浸透しています。食事中のところをお邪魔します。やっぱり豚肉はありませんね。イスラム教では飲酒は禁止とされているんですが、その代わりに流行っているのはこのようなビール風の飲み物、そしてですね、こうしたシャンパンのような炭酸飲料なんですね。これはジュースですね。そして毎年やってくる断食好きともなれば、全てのイスラム教徒が1ヶ月間日が昇っている間は飲食を断つんです。あまりの違い。熊本県は官民一体となってこの巨大な市場を狙いに行っているんです。どうぞ。その第一歩として、全国で初めてインドネシアへの牛肉の輸出がスタートしました。現地では和牛の人気が高まっていて、十分な需要が見込めるとしています。国内市場は人口減で厳しいですけれども、海外に向けて、農産物のですね、マーケットが広がるということで大きいと思いますし、いろんな効果が期待できると思います。が、やはりそこに厳格なイスラムの戒律が立ちはだかる。例えば牛を飼育する家庭、餌に豚由来の飼料など禁じられたものが入っていないか厳密なチェックが必要です。食肉の処理は必
ずイスラム教徒が行わなければならず、生産ラインを禁止されるものが混じらないよう別に用意しなければいけません。さらに保管する冷蔵庫や輸送のトラックまで全て別にする必要があるのです。インドネシアへの牛肉輸出も構想から実に5年もかかったそうなんです。減少を続ける日本の人口、国内市場が頭打ちの中、240兆円とも試算される未知なる巨大市場に全国の企業が触手を伸ばすのは当然のことか。千葉県で行われた国内初のイスラム教徒向け展示会、食料品や化粧品、医薬品などのブースに多くの来場者が押しかける。熊本味仙ラーメンの吉本さんの姿もありました。目が向くのはやはりライバル商品の投稿のようです。豚肉やアルコール成分を一切含まないというラーメン、県外のライバルはすでに一歩先を進んでいました。現地の方に聞いたら、まずその豚骨ラーメンが豚骨って書いてある時点でお店を選択しないっていうふうに、こうまずちょっと名前も変えとらないと、それから必要なのかなと思います。いくらこう中の商品をこう磨いてもですね。